本日はアジャックス浜松にご参加いただきましてありがとうございます。また、この場を提供してくださいました開催機関の浜松医科大学の内田先生をはじめ、準備に関わってくださった浜松医科大の職員の皆様に、お礼申し上げます。ありがとうございます。私は、主催者の科学技術振興機構バイオサイエンスデータベースセンターNBDC の佐久間と申します。広報を担当しておりまして、統合データベース講習会の事務局も担当しております。今回は NBDC の紹介部分について少しだけ担当させていただきます。後半はこのスライドに書いてありますミノアが担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。それでは講習を始めさせていただきます。で、講習を始める前になんですけれども、配布資料の確認をいたします。受付でお配りした NBDC のパンフレット、ライフサイエンス統合データベースセンター DBCLS のリーフレットの後に講師の資料をプリントしたものがございます。また、一番最後には、座席表の前に手前になんですけれどもアンケートがございます。アンケートの回答は必須となっておりますのでご協力をお願いいたします。で、また3月頃になりますが、この講習会に関する追跡のアンケートを実施いたしますのでそちらにもご協力をお願いいたします。で、この講習会は PC を操作しながらのハンズオンの実習でございまして、実習中に PC の操作に困ったり質問があれば手を挙げてください。で、またウェブブラウザーを主に使用いたします。事前 の開催案内のメールに Chrome をあらかじめダウンロードいただいているかと思うんですけれども、特別な指定がない限りどのようなウェブブラウザー、Firefox であるとか Safari などを使用していただいても構いません。このパートのウェブブラウザーも特に指定はございません。2日目の方に、Chrome の指定のブラウザーがございます。で、その際の注意事項として、皆さんが一斉にクリックするとネットワークの反応が遅くなることがございます。海外の公共データベースなどは大丈夫かもしれませんけれども NBDC の、サイトはちょっとリソースが限られておりますので、また浜松医科大さんのネットワークもあまり太くないということをちょっとお伺いしておりますのでクリックは最小限にしていただいて反応がなくてもしばらく待っていただくということをしていただければと思います。あともう1点録画についてですけれども、記録のために動画撮影と写真撮影をしております。で、動画に関しては、後日東方 TV というサービスから公開いたします。で、質疑応答はカットいたしますが、公開しましたらまたご案内いたしますので、その際はお知り合いの方などにもご紹介いただければと思います。で、あとは資料の置き場のご案内なんですけれども今ブラウザーを開いていただいているかと思うんですけれども、NBDC アジャックス浜松で検索していただくと、浜松の講習会のページに、飛びます。で、講習会の参加の申し込みをしていただいたページになりますけれども、講習会はこちらというところをクリックしていただきますと、moddb というこの水色のサイトに飛びますので、こちらを、こちら講習会のプログラムと講師の皆さんの資料がございますので、常に開いておいてください。それでは、講習の内容に入ります。まずは生命科学系のデータベースの概要を紹介いたします。現在生命科学は転換期を迎えておりまして大量のデータが出る時代であります。で、従来の仮説検証型から公共のデータを使って新たな知見を導く時代となっておりましてデータベースを使いこなすことが非常に重要となっております。で、代表的な生命科学系の一覧表はこの通りです。DNA 塩基配列ならば、ジェンバンク、ENA、DDBJ、アミノ酸配列ならばユニプロット、タンパク質の立体構造ならば、WWPDB などがございます。いくつかお使いになられているデータベースもあるかと思います。
また、こちら日本における代表的な生命科学系のデータベースはこの3つが挙げられます。と DNA の塩基配列を収集している DDBJ、 こちらはアメリカの NCBI やヨーロッパの EBI と連携しておりまして、世界 三大 DNA データバンクの一つと言われております。と静岡県の三島にある国立遺伝学研究所にございます。詳しくは明日の講習で紹介がございます。でこちら、PDBJ はタンパク質立体構造を収集しております。こちらも国際的なアライアンスを組んでいて、大阪大学が運営しております。でこちらパス A データベースを提供しているケックは京都大学が運営しております。この後の講習で紹介いただきます。先ほどは、扱う情報で分類いたしましたが、データベースを構築方法から分類するとこの一覧表の通りになります。バンク型、プロジェクト型、プログラム型などがあります。でこのキュレーション型などの下の3つは人手が介在してデータベースに注釈をつけてデータを整理していく形のものです。先ほど紹介したこのケックなどもこちらにあたります。で、その中でバンク型のデータベースはどのようなものかということですが、データ生産者からデータを受け取って蓄積し公開共有するためのデータベースということで、 DDBJ やジェンバンク、ENA などでは塩基配列や立体構造情報を査定して受け入れてデータベースに蓄積して、アクセッションナンバーを付与して公開共有するという特徴があります。論文を投稿する際は、雑誌側からアクセッションナンバーの記載を求められるということもありますが、塩基配列や最近では立体構造以外のデータについてもリポジトリの登録が求められるようになっておりまして、論文の根拠となったデータは公開して共有するのが当然という流れが出てきました。でその中で、論文の根拠データだけではなくて、公共資金で行われた研究データは可能な限り、公開共有しましょうというオープンサイエンスという動きが出てまいりました。2013年の6月の G8 の科学大臣会合の共同声明として、論文のオープンアクセスに加え研究データのオープン化をということが謳われました。これまで公共的資金で行われた成果を論文化した場合には自由にアクセスできるようにしようというオープンアクセスの議論が進んでいたんですけれども、論文の裏付けとなる研究データについても共有しようという声明でございます。これを受けて具体的にどう実現するかについて各国で議論が活発化して、日本においても内閣府の国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会において集中的な議論が行われて、2015年3月に報告書が出されました。でその中でこの青い枠の中にある 公的研究資金を用いた研究成果、論文生成された研究データ等について効果的に科学技術を推進することでイノベーションの創出につなげることを目指した新たなサイエンスとしてオープンサイエンスが定義されて推進のための方向性が示されました。で、それでは、データを共有することの意義とは何かということですけれども、研究をしている皆さんはすでにご存知かとご承知かと思いますけれども、科学の世界において何か新規な主張を行うためにはそれを裏付けるエビデンスの提示が必要となります。で科学の世界では本来データを公開し第三者と共有するものということで、その意味としては、実験結果を再現できるか真理であるかを確認するための再現性で、データを取得方法自体が間違ってないかを検証するために必要な透明性で、当初の研究とは違った観点から再解析や教育目的での利用といったデータの再利用、あとは近年では、次世代シーケンサーのデータや各種の画像データなど、これまでの、技術で取り扱うことの難しいデータが算成されていることから、データ共有することによって新しい解析技術の
開発を促進するという意味も存在いたします。また、特に欧米においてよく言われていることなんですけれども、研究費を多くは税金で賄われているので、税金によって行われた研究成果は市民のものであるということから、公的資金を投じて得られたデータは共有するという考え方がございます。で、この図は本日配った NBDC のパンフレットの裏に書いてあります。特に2000年頃のヒトゲノム解読をはじめとする世界的なゲノム科学の進展を受けて、日本として推進戦略が提案されました。で、2006年の4月に文科省の統合データベースプロジェクトが開始しまして、その成果を受けてデータベースを統合して共有を推進する機関として、JST に NBDC が設置されたという経緯がございます。で、このスライドは JST のミッションと NBDC の関わりを示しております。こちらは平成29年の2月に示された JST の第4期中期計画目標なんですけれども、こちらの2番目の地の創造と経済社会的価値への転換というの中の 2-4 の情報基盤の強化の部分に、ライフサイエンス分野のデータベース統合にかかる、記載がありまして、 NBDC では、オープンサイエンスやデータベース統合をするという活動を進めております。先ほども申し上げましたように、 NBDC は JST の中の一つのセンターでございまして、2011年、今から7年ほど前に、設立されました。で、そのミッションは生命科学分野のデータベースを使いやすくすることなんですけれども、それを実現するためにデータベースの研究開発をするための戦略を立てたり、データベース自体の充実を行ったり、あとそういったデータベースの公開を行うための場所で作ったり、サービスの運営をしたりしております。で、ここの赤枠で囲まれているところをちょっと紹介いたします。 と、こちらもパンフレットの図にあるものなんですけれども、パンフレットをちょっと開いていただければと思うんですけれども、人の顔がバーッとあるページなんですけれども、こちらは、NBDC の研究技術開発にはどういったものがあるかを紹介しております。この紫の部分で紹介しているのは、生命科学のさまざまな分野において、そこでキーとなる先生方にその分野のデータベースデータを取りまとめて、中心となるようなデータベースを構築していただくためのファンディングのプログラムです。で、当社のデータベースや、タンパク質立体構造やプロテオーム、エピゲノム、微生物のゲノム、植物ゲノムなどがございます。先ほど紹介した PDBJ や、KEG の一部もファンディングしておりますので、あと DDBJ とも連携を行っております。こちらは、統合化推進プログラムといいますが、現在、平成30年度来年度の課題を公募しております。チラシがパンフレットに挟んでありますので、よろしければご覧いただければと思います。とプログラムのことについてもちょっと詳しく書いてあります。で、それに対して、黄緑のこの緑の部分では、そういったデータベースを統合するための基盤となる情報技術の開発を共同研究として行っている、ライフサイエンス統合データベースセンター DBCLS のことを紹介しております。で、私どものセンターでは、NCBI、 アメリカの NCBI のようなデータを一箇所に集める中央集中型の統合ではなく、分散しているデータベースを情報技術を用いて統合的に利用する連邦型の統合データベースを、目指した取り組みを行っております。後で、ゆっくりパンフレットをご覧になって、興味があるデータベースがありましたらアクセスしていただければと思います。こちら、さまざまなデータベースを公開しておりますが、ここから、NBDC が提供しているサービスについて紹介いたします。
で、NBDC で提供するサービスは従来から指摘されていた生命科学のデータベースに関する問題点を少しでも解消するためのものなので、ここでその問題点、要望といったものはどういったものであったのか、またそれに対応したサービスを紹介いたします。どんなデータベースがどこにあるかわからない、で、自分が欲しいデータはすでに誰かが公開しているのではないか、自分で実験しなくてもすでに誰かが公開しているのではないか、あ、データが存在するのであればそれを利用したい、で、これに対して、日本国内のこれに対しては、生命科学分野のデータベースを集めたカタログ、データベースのカタログを作成いたしました。で、また2番目ですが、データベースを公開されていても、複数のデータベースを横断的に検索することができない、異なるインターフェースのデータベースは渡り歩きながら検索を行う必要があります。で、データ形式の異なる情報であっても一括で検索したいという、そのような要望に応えたものが、複数のデータベースを一括で検索できるサービスを開発いたしました。で、3番目が、一つ一つ検索するのではなく公開されているデータセットを丸ごとダウンロードして、自分の手持ちのデータと組み合わせて使いたいという要望がありましたが、そちらに関してはデータの一括ダウンロードできる仕組みを構築いたしました。あと、もう一点、データを利用する際の問題点について紹介いたします。で、使えそうなデータを見つけたとしても、どのようなデータが入っているのかわからない。多種多様なデータであって、しかもデータの項目の説明がバラバラであったり、不十分であったりしてよくわからないという問題がございまして、そちらの解決策としては、データフォーマットの標準化、データの説明、メタデータの標準化を進めています。で、またその次ですが、そのデータセットの中に自分が必要とするデータが入っているのかがなかなかわからない。使いたいデータを見つけることが困難であるという問題に関しては、データを集めるための仕組みが必要となってまいります。で、NBDC だけの取り組みではなくて、公的な研究には帰宅を義務付けるということが必要になってきますが、こちらについても、状況が少しずつ改善しております。で、また、データを見つけたとしてもどのように使ってよいかがわからないという問題がございまして、利用に際しての条件がバラバラであったり、そもそもその条件がどこに書いてあるのかがわからないということですが、こちらの解決策としては、この利用条件の標準化と明示がとても重要になってまいります。データベースの著作権ということについては議論があるところですが、データを出した方の努力がきちんと報われることも重要だと考えますので、データ作成者の著作権表示をきちんと表示をすることを進めています。この、利用の標準化と明示について、もう少しお話ししたいと思います。で、利用条件については、特に分かりやすく提示するため、NBDC ではクリエイティブコモンズ CC というライセンスを使用しております。CC は著作物に関して再利用と共有を促進する仕組みでございます。で、著作権はそもそも著作者に大きな権利を与えるものでありますが、これまで著作権で保護されているかいないかの2択しか存在しませんでした。で、CC では著作者が利用条件を明示することで、その条件を守るならば自由に使っていいよというすることで、再利用と共有を促進するという考え方です。具体的には利用に関する条件を表す4種類のマークを組み合わせて6種類のこの利用条件を選択することができます。で、4種類のマークは表示、誰の著作物であるかという作品のクレジットを表示すること、非営利、営利目的での利用を禁止する、で、改変禁止、これが、元の作品の改変を禁止する。で、継承。元の作品を利用して二次著作物を作成した場合、
元の作品と同じその CC の条件で公開することなどがございます。これらを組み合わせて利用条件を示すのが CC の枠組みでございます。で、NBDC で主に使用しているCC のライセンスは、以下の3つです。この利用の自由度の、高さに従って図示しておりますが、1番目が、CC 表示継承というもので、作成者 URL などのクレジットを表示することと、あと同じ CC 表示継承で配布をするということを条件に利用可能としております。で、2つ目は CC の表示でクレジットを表示すれば あとは自由に利用可能でございます。で、3つ目が CC0 で、先ほど示した6つのライセンスよりも、さらに自由で利用条件がないことを宣言するものです。これらの3つのライセンスを用いております。このページの下にもこの書いておりますこのマークですが、この資料自体も CC BY の条件下で公開しております。さて、ここからは先ほど紹介した、カタログと一括と一括ダウンロードという3つのサービスについて紹介いたします。皆さんにもインターネットに接続してもらいながら紹介していきます。で、パソコンをちょっと開いてというか動作して動かしてみてほしいんですけれども、新しいタブで、NBDC ポータルを開いてください。で、 NBDC と検索していただくとトップに出てくると思うんですけれども、そちらをクリックするとこの画面が出てまいります。で、ポータルサイトの左上のこのブロックがこれから紹介する3つのサービスです。で、その他にも、ポータルサイトではこの40種類以上の生命科学分野におけるデータベースやツールサービスを掲載しております。先ほどの分野ごとの統合データベース、統合化推進プログラムのデータベースもこちらにございますので、そこからアクセスしてみてください。で、タイトルだけでは分かりにくいかもしれないので、そのリンクの上にちょっとマウスをこう置いていただく と説明文が一言説明が表示されますので、ちょっと参考になさってください。あと、こちらは、全て一部を除きますが登録不要で、どこでも誰でも無料で使えるサービスでございます。あと、右側のポータルサイトの右側はこの新着情報などがございます。ツイッターもやっておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。あまりその配信はしておりませんので、皆さんのタイムラインを汚すことはないと思いますので、必要な情報だけ配信しておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。まずはデータベースのカタログについて紹介いたします。正式名称はインテグバイオデータベースカタログと申します。で、収録データベースは、1600件以上で、特に国内のデータベースの情報を整理することを目的としていたので、国内のデータベースは1100件以上を収録されています。で、記述項目は名称や URL、 運用機関名や、データベースの詳しい説明などがございます。あとはデータベースを検索ボックスからのキーワード検索や分類を用いた絞り込み検索でも探すことが可能でございます。で、あとはこのデータベースの記述項目を一括でダウンロードすることも可能です。で、先ほどの NBDC ポータルサイトのページでインテグバイオデータベースはこちらにございますが、ここをカタログをクリックしていただくと出てくる画面がこのような画面です。トップページはこの3つの領域から構成されておりまして、左側は検索と絞り込みのための領域で、検索ボックスからキーワードを検索したりデータベースの分類を選ぶことで絞り込みを行うことができます。この左側のプラスをコチコチと押す
クリックすることでさらに詳細な分類が現れます。で、中央はデータベース一覧の表示場所で、表示場所です。で、右側はメニューや新着情報などを掲載しています。で、左側の分類の中からウイルスを選んでみると、次のようなこの後ろ側の画面のようなものが現れてくると思うんですけれども、ウイルスの件数はちょっと資料これは51となっておりますが、実際54ありますでしょうか。こちらが、絞り込まれた状態になって、選んだ分類が、赤字に変わります。まあ、分類はいくつも選ぶことで条件をアンドで検索してとかアンドで重ねて絞り込んでいくことができます。で、元に戻すときはこの一番上の全条件をリセットっていうのをクリックすると、すべて検索条件が解除されます。あと、一旦条件をリセットした後で今度は検索ボックスに使用という文字を入力して検索ボタンを押すとこういった画面になるかと思います。資料には17と書いてありますが、おそらく18件ほど出てくると思いますけれども、現在バグがちょっと出てしまって全件の多分ここの部分が1639件の表示となっていますが、検索結果は18件ほどでございます。で、この P ダイレクトというプロジェクトを例にとりますと、こちらの検索結果を拡大した図がこちらです。これは昨年度終了した文科省の次世代肝がん研究シーズの、プロジェクトで行ったデータを掲載したサイトでございます。で、サムネイルやこのプロジェクト名をデータベースの名称をクリックするとオリジナルサイトにこう飛んでしまって、そのまま利用することが可能です。で、この詳細へというのをクリックすると、NBDC で整えたカタログ掲載のすべての記載項目を見ることができます。どういったデータベースかということを大まかに把握するためにはオリジナルのサイトを見るよりもこちらのカタログの、掲載概要を見てもらった方がもしかしたら分かりやすいかもしれません。で、こちらがそのカタログの掲載内容です。説明文についてはデータベースの内容を見ながら、NBDC で新たに書き起こしております。で、データの一括ダウンロードが可能な場合はその場所にリンクしております。で、ちょっと画面では切れているかと思うんですけれども類似データベースのサジェストも行っております。はい。で、このページに記載している内容を対象として先ほどのキーワード検索が実施されています。また、他の使い方として、先ほども申し上げましたが、記事のこの右側の方で、記載内容をダウンロードすることが可能でございます。これを、ZIP なんですけれどもダウンロードすると1639件のカタログの記載内容の、CSV が出てまいります。興味がある方は後ほどダウンロードしてみてください。では、非常に簡単な内容なんですけれどもカタログの実習を行いたいと思います。で、カタログのページの左側の絞り込み検査機能を使って実習1をやっていただきたいと思います。まあ、トップページでもし他のものを検索しておられたら全条件をリセットしてから植物およびゲノム遺伝子を選ぶことで選択肢が赤くなりますのでそちらの答えはおそらく95とかになってますでしょうか。で、次がそのうちに日本で国内で実習2なんですけれども日本国内で、
作成されたデータベースはいくつ存在するかということで、その左の下の方に行くと、日本国内、日本をクリックすると日本国内の、データベースが出てまいります。で、あとは、稼働中か稼働中でないか、休止中であるかということも、選べますので、実習3ではそのうちの、稼働しているものを選ぶと、そのデータベースが出てまいります。そうするとちょっと隠れている部分もあるか、あ、大丈夫かと、このような画面になっているかと思います。最後実習3まで絞り込んでいったら、だいたい57という数字が出てきたかと思います。あとは、こちらのカタログのダウンロードは時間があるときにやっていただきたいと思います。カタログの紹介は以上でございますが、はい、では、次は主なサービスの2つ目ということで、一括検索について紹介いたします。正式名称は生命科学データベース横断検索です。特徴としては日本のデータベースが中心ですが、メジャーな海外のデータベースも入っておりまして、文献や特許情報など多様なデータベースのエントリーを一括検索できます。で、遺伝子等の分子データベースについてもエントリーに関する説明等の文字部分、テキスト部分を対象に検索を行っております。で、検索対象の DBIS は現在621件となっております。で、もう一つの特徴としては、検索キーワードを日英総合で翻訳して一括検索を行います。日本語で入力しても英語でも検索できます。英語で入力しても日本語でも検索します。なので日本語で入力しても英語の文献を検索することが可能となっております。この翻訳には京都大学の金子修司先生が作成されたライフサイエンス辞書を用いております。あとはその他一般の検索エンジンにもあるような絞り込み機能や類似キーワードの表示といった機能もございます。で、私たちはこの横断検索を分かりやすいように生命科学の Google 検索ですと紹介したりしますが、本家の Google とは何が違うのかということですけれども、例えば、モデル生物のマウスについて知りたいと思って Google でマウスと検索した場合、上の方に出てくるのは PC 周辺機器のこのマウスであったりします。で、 Google は別に生命科学に特化しているわけではないので、学術情報を調べようと思った時にノイズがとても多くなってしまいます。で、また Google や Yahoo といった一般の検索サイトは表層ウェブと呼ばれる、ウェブの情報の一部しか検索対象にはしていません。ですが、データベースは階層構造になっておりまして、表層よりも深いところ、ディープなところに大事な情報があったりしますので、横断検索ではある程度の深さまではインデックスという検索の対象とするための情報を引き出しております。あとこちらの方なんですけれども、 Google でやっても公開されている、ウェブの 53% ぐらいしか、検索できないという論文も出ております。データベースを、の情報をちょっと調べたいと思った時には、Google で検索しただけではノイズが多くて、意図したものと異なる上に実は網羅性が足りないということで、生命科学分野の情報を調べるために横断検索を提供しております。で、データベースを横断検索と対象しているのはこちらの一覧表の、データベースがございます。先ほどの特徴でも述べましたが、文献などが多いんですけれども、その他特許情報や、ご協力いただいた学会さんからは学会用紙の提供も受けております。あとこちらの下の方のゲノムやパスウェイといったデータベースは、説明の文章
テキスト情報を検索対象としております。で、横断検索は先ほどの NBDC ポータルサイトのこのあたりにございます。でそこをクリックするとこのトップページが出てまいりますが、トップページは基本的にシンプルな検索ボックスがあって、その他にはこの下の方にはこんなデータベースが追加されたよというニュースや運営に関するお知らせがございます。また、検索ボックスにこの語句を入力しようとすると、サジェスト機能がございますので、例えばインフルと入力するとインフルエンザウイルスまでがサジェスト、保管されます。で、検索の種類としてはデータベースとヒット件数がございます。データベース検索では実際にそのデータベースのレコードに対して検索を行うので、あらかじめヒット件数で絞り込んでおいて、あとはレコードの検索をする方が早く検索できるかもしれないということで、ちょっと後ほど紹介いたします。その他、こちらの上の部分には、ヘルプページだとのリンクも載っております。でこの詳細検索というのをクリックすると、次のような画面が出てまいりまして、こちらでは日本語翻訳のオンオフや、生物種や対象データベースの更新時期、検索対象とするデータベースの種類などを選択することができます。で、このページ次のスライドは、ヒット件数のページです。インフルエンザと入力してヒット件数で検索するとこういった画面になります。でこのデータベースのカテゴリーやサブカテゴリーをこう選んで、候補を絞り込んでいくことが可能です。とこうその絞り込むときにプラスをこう押すことで、絞り込んでいきます。ちょっとカテゴリーの名称をクリックしてしまうとその検索内容が表示されてしまうので、プラスを押していって絞り込んでから、絞り込んでいただきたいと思います。であとこの青い i というアイコンにマウスオーバーをするとこのデータベースの詳細情報が表示されます。こういった情報も参考にして検索結果をちょっと役立てていただきたいなと思っております。こちらは、インフルエンザをデータベースで検索した結果のページです。こちらもこのすべてのデータベースをクリックすると、カテゴリーごとの件数が出てくるのでこちらからも絞り込みができます。で右側には、関連遺伝子や外部リンクが表示されております。で次は、シソーラスの使い方ということで、インフルエンザで検索してシソーラスの部分から、流行性感冒ということものを選択するとその関連語句に関する検索結果が出てきます。では、実習をちょっとやってみていただきたいと思います。横断検索を開いていただいて、インフルエンザと検索してみてください。で、実習録が、次が、その検索結果の外部リンクを使って J グローバルなどの外部サービスでインフルエンザに関する情報を検索してみてください。あと次の実習が、遺伝子名 P53 という遺伝子名で検索して関連遺伝子を検索してみてくださいということで、インフルエンザとこうキーワードを入力して検索すると、こちらの右側にある外部リンクというものをクリックして J グローバルというリンク先がありますのでそちらをクリックすると、こういうJグローバルの画面が出てまいります。で、このリンクをするときにキーワードが継承されますので、
インフルエンザまたは英語のインフルエンザで検索した結果が、J グローバルで表示することができます。で関連情報を検索することができます。で先ほどの、もう一つの実習が、遺伝子の P53 という遺伝子を入れてみると、こちらの右側に P53 の、関連遺伝子が出てまいります。こちらは、NCBI の基因ですとかそういったものにユニプロットですとかそういったものにリンクをしてどん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 情報をたどることが可能となっております。何かネットワークがつながらないとかいう方はいらっしゃいませんでしたでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、興味のある、キーワードで検索していろいろと試してみてください。で、こちら横断検索の最後なんですけれどもモバイル版も提供しておりましてこちら、スマホなどでも使用できます。ちょっと字が多くて見づらい部分もあるかもしれないんですけれども開発者からもぜひ利用していただきたいということですのでぜひご利用いただければと思います。はい、はい、私のパートは以上で ございまして、これからミノアが担当いたします。はい、ここから私の方からまた引き続きサービスのご紹介をさせていただきますが今ちょっと最後に1枚この今ご覧いただいているスライドなんですけれども今ご紹介したようなカタログそれから横断検索こういったものを実現するためには、日本国内でやられているいろんなプロジェクトのデータベースそういったものについての情報をまず集めるところが、必要になってくるんですけれどもその際に、日本の中で大きく生命科学のいろんなプロジェクトをこれまで推進してきたのが、文科省農水省厚労省経済産業省ということで、これらの省の方々に皆さんにご協力をいただいてそしてカタログそれから横断検索のようななるべくこうカバーの範囲の広いいろんな仕組みを、構築していこうということでこの4章で協力してやっているのがこのサイトのご紹介になります。さて、ではその主なサービスというところの一番最後の一括ダウンロードということができデータの一括ダウンロードができるサービスについてちょっとご紹介をしたいと思うんですけれども、データセットを取得して自分なりに解析したいというような要望に応えるものです。で、国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるサービスになっておりまして、収録データベースは133件それからいろいろな形式でデータをダウンロードできますので、お使いになっているソフトウェアですとかそういったものに適した形でいろいろ加工しやすくなっております。でデータは先ほどご紹介したような CC ライセンスというもので配布しておりまして基本は CC 表示継承ということで、先生方がそのこのデータをお使いいただいてまた二次データを作成された時にですねできればそれを同じような形で CC 表示継承で公開していただきたいとそういった公開の輪といいますかそういうのが循環していくようなということを目的として CC 表示継承のライセンスを付けさせていただいております。で基本的にこう CC 表示継承だよということがもともとありますのでいろいろ細かな条件とかいろいろ迷う必要なくそのデータベースを作成する人にいちいち問い合わせて共同研究の契約を結ぶとかそういったことは必要ないというような仕組みでご提供をさせていただいております。中に入っているもの、ちょっと、総数ではないとかもしれませんけれども大体こんなようなものが入っているよということで例示をさせていただきました。結構いろいろなものが入っていると思います。で入り口は先ほどもご紹介した、ポータルサイトの左上の方に、生命科学系データベースアーカイブという正式名称でご紹介をしているものです。でトップページこんな感じでして、クリックしていただくとすぐ行けますけれども下の方にですね上の方にちょっと簡単なそのこのサービス自体のご説明書いてありますけれども下の方にずっとデータベースがダーッと出るということになっておりまして、検索のためのボックスがあそこにありますが検索のためのこのボックスのところに何か入れていただくと、表の中に書いてある項目などで検索ができることになっています。で
データベースの相当とかできるように機能になってるんですけども、今かなり133件になってちょっと大きくなってきているので、まあ、検索して相当するという機能もだんだん必要になってくるかなと思います。で、標準の項目で検索できるんですけれども、ちょっと詳しい検索をまたするというような詳細検索のページもこんな感じで出てまして、そうするとどういう項目のところにどういうことが書いてあるものっていうような検索の仕方もできるというようなことになっています。これも相当ができるようになっていますので、こちらの方が使いやすいケースもあるかなと思います。あとはそれぞれのデータベースご提供いただいているものの中で簡易検索機能があるものを一括検索したりとか、あとは、先ほどからその、横断検索2番目に紹介したサービスなんかはそのテキストの検索だよということを申し上げているんですけれども、こちらは一部ブラストによる検索もできるようになっています。なので配列による創造性検索ができるものもあります。からあとは、実は画像なんかのデータベース の帰宅とかもありまして、そういったものについてのデータベースを検索するというようなこともいくつか機能をつけてあります。次のページにちょっと詳しくご紹介しておりますので、ご興味のある方はちょっとご覧いただければと思います。でこちらも今からちょっと簡単なんですが、データベースのアカウントの実習ということでいくつかやりたいんですけれども、結構データベースその提供されているデータによってやっぱり検索の仕方、利用の仕方、それから中に含まれているデータの内容も様々ですので、これはあくまで一例ということで、今日ご紹介するのは OpenTGGate という、これは化合物の毒性について研究された、イエフ基盤研さんで研究されたデータのデータベースなんですけれども、それについてちょっとこんな使い方ですよということを実例としてご紹介したいと思います。で、OpenTGGate の病理情報のデータからハイパートロフィーを示したデータを絞り込みダウンロードするという手順について、これはちょっと皆さんともスライド続いて出てきますので、それを見ながら実際にやっていただきたいなと思うんですけれども、でその次の実習中ということで、肝臓の病理画像を見つけるということで、実際に病理画像の中に含まれているんですけれども、画像のデータのダウンロードちょっとかなりサイズの大きいものなので、講習会の中ではちょっとやらないでいただいて、後で本当に興味のある方は画像をどんどんダウンロードしていただければと思いますので、一応やり方だけご紹介します。データベースアーカイブのところにページに行っていただいて、検索のボックス、この左上の検索ボックスなんです。そこに、OpenTGGate って入れてみてください。そうするともう3文字以上入れるとだいたいその該当するデータベースが出てくるようになっていますので、多分 OPE と入れた段階でこの今3つぐらいのものが出てくるようになっていると思います。でそれの中の一番下のところなんですけれども、今日ご紹介する OpenTGGate のデータベースがありまして、まずはちょっと利用許諾っていうのはどういうふうになっているか、実際どうやってそのデータベースについて書かれているかをちょっと見ていただきたいと思いますので、右下にあります CC 表示形式用の詳細という書いてあるところですね、ここのところ、このところちょっとクリックしてみてください。そうするとこのページが出てまいります。はい、ここで先ほどいろんなマークでご紹介しました CC の表示継承というのをこの by というのと、あとこの SA という記号になりますが、こういった形のアイコンがついてまして、でこれの意味はどういうことですよということも書いてありますし、あと表示継承の場合はじゃあどうやってクレジットを書けばいいのということを書いておかないといけないので、それをデータベースごとに何とか何とかって書いてくださいというようなことをここに書いてあります。なので利用許諾に関しては一度このデータ使えそうかなと思ったら一度こちらをご覧いただければ、詳しいことが分かりますので、使った時にはこのコードを書いてくださいとか、そういうことがきちんと分かるようになってますので一度ご覧いただきたいと思います。じゃあ前のページに戻りましょう。よろしいでしょうか。で、今度はじゃあそのデータベースの方を中をちょっと見ていきたいと思います。でデータベースの説明をまず確認をするということで、サムネイルから名前をクリックすると出てくるのがこういったページになります。でこれも、カタログなんかと同じようにですね、私どものところで、名前とかどこが作ったとかですね、あとは、
実際にそのデータをこのアーカイブの中で使いいただく分には特に作成者に連絡を取っていただく必要はないんですけれども、でもやはり何か質問があったりとかそういう時にはじゃあこの誰に聞いたらいいのっていうのはやっぱり非常に重要なので、そういった情報、それからまあそのデータベースについての説明とかですね、そういったものがまとめられているページがありますので、これもまあデータベースの中のどんなものかということを確認するためには非常に簡単に分かるページになっていますので、一度ここの説明もやはりご覧いただきたいと思います。でじゃあ実際にデータをダウンロードする手順としては、また前のページに戻っていただきまして、今度はここにダウンロードというリンクがあります。このダウンロードをちょっとクリックしていただくと、ここがまたデータベースごとによってちょっと形が変わってくるところなんですけれども、 OpenTGates の中には非常に数多くのデータが入っておりますので、こんな形でまあいくつかの種類のこうデータがまあどういうファイル名になっていて、データファイルがどういうのがあって、でこうダウンロードができるようなそういうリンクですね、そういったものがありますが、ここの一番下の病理の画像のところの、検索ダウンロードというところをクリックして次のページに進んでいただきたいと思います。するとこれは基本的には最終的なデータは全部テーブル形式になって収められておりますけれども、その中で、検索をしてある程度中のデータ絞り込んだ後で、ダウンロードするというような機能を持ったページになります。もちろん全データをこうダウンロードすることももちろんできますし、それからある程度こう絞り込んでダウンロードする、セレクテッドをダウンロードするというような形のものです。今ここは肝肥大のところでハイパトロフィーという単語を入れていただいて、それからファインドタイプ、タイプもこう絞り込んでいただくことができるので、でセレクトしたその顔面の状態はこんな感じということです。あくまで OpenTGates の中でのことですが、こういった形でデータを必要なデータだけ絞り込んでダウンロードするということもできるというような機能を一部持っております。それで、実習10へと書いてあるここのところ、パソロジカルイメージということで、今度は画像のダウンロードができるサイトへ飛んでみましょう。それがこちらです。はい、このダウンロード自体は後でやってください。もちろんご興味があれば後でやってください。で今フルサイズビューっていうことはできる、それは簡単にできるので、もし興味があればちゃんとちょっと見ていただければと思いますけど、こうちっちゃくこう画像が出てまして、どんな画像かっていうのが大体分かるようになっています。 OpenTGates というものについてはこういった形で利用ができます。データベースごとによって何とも言いますけど、ちょっとやり方がいろいろ違っているので、中を興味のあるものがあればそれを中を探っていただくということでご覧いただければと思いますが、大事なのはそのダウンロードするときに特にそのデータ制作者に連絡を取らずにこの中で自由に使えるというところなので、そこは自由に使っていただければと思います。データベースアーカイブに関しては利用状況みたいなのをこうページとしてご紹介してるんですけれども、今ご紹介した OpenTGates 長らくトップを走っておりましたけれども、最近はですねチップアトラスっていうチップセックのデータですね、それを公共データベースのものをまとめたサイトがあるんですけれども、そこが非常にそこのデータをダウンロードできるっていうこのアーカイブのメニューが非常に人気になっています。皆さんエピゲノムなどにされるときに非常に役立つということで、そのリファレンスのデータとしてご利用いただいているというものになります。あとはですね、データは私どもこうやって受け入れて公開するということをやっていますけど、もちろん預けていただくっていうことを皆さんにお願いするっていうのも一つの、活動なので、ここでご紹介したいんですが、ぜひデータベースというのを作られてですね、もう自分は維持するだけになってしまったからもういいやとか、他の人にもどんどん使ってほしいとか、そういったケースがありましたら、ぜひこちらまでご連絡をいただいて私どものところに預けていただけると非常に皆さんの研究活動のサポートになるのかなと思いますので、ご検討いただければと思います。今最初の、問題点からですね、3つの、私どもが提供する解決策ということをご紹介したんですけれども、もう一つここ数年、取り組んでいることがありまして、それは人に関するデータ関連のサービスです。先ほどご紹介した例えばアーカイブとかですね、ああいったデータダウンロードできるところ、それは自由にダウンロードできてしまうので、やはり人に関するデータってちょっとやっぱり倫理的な問題とか
ある程度個人情報に関わることというようなことがありますので、やはり別の枠組みが必要であろうということで、人に関するデータ関連データについてはちょっと別のサービスを一つ立てておりますので、そのご紹介をしたいと思います。NBDC 人データベースというちょっとベタな名前ですけれども、先ほどの3つのご紹介したサービスのこれのすぐ下に人データベースというのがありますので、こちらをちょっとクリックしていただくと人データベースに飛んでいくことができます。サイトはこんな感じに見えているかと思いますけれども、ちょっと概要をご紹介しますと、もともと人に関するデータ、例えばNGS で解析したゲノムのデータ、それから、発言のデータとかですね、そういったものは、個人情報に関わる部分もあるということなので、先ほどの言ったアーカイブというような仕組みですとか、あとは DDBJ さんがやっているような DRA というNGS のデータを、オープンな形で皆さんで共有できる場がありますけど、そういうところにちょっと帰宅するのは問題があるということだったんですね。で、日本にはもともと預ける場所っていうのはそういう意味ではなりませんで、皆さん例えば NCBI による DBGAP とかですね、あとは、ヨーロッパの方でやってる EGA とか、そういったところに預けるしか、手段がある程度なかった、あるいは皆さんが個人的に持っていて、例えば論文なんかに出すときに、じゃあどこにあるのっていうことをアクセッションナンバー書かなきゃいけないっていう状態になかなか対応することができなかったという時代がありました。なので、日本の中で日本の研究者が解析したデータについては、日本の中でそういうデポジットできるところを作ろうということで作ったのがこの NBDC 人データベースということになります。で、人に関するあらゆるデータを対象としています。配列データだけでなくて画像情報などにも対応しております。それから、一応匿名化された情報だけ私たちのところに預かって、基本あんまりその個人情報にあたるような、その人に患者様の情報とかですね、そういったものはあんまり直接つけないということで、そこにこんなデータがあるよということが分かれば、でそれをどの子の先生がやられたデータかということが分かれば、あんまりこの詳細な情報は私たちどもないので、そういう情報が必要な場合は共同研究をやはり申し込んでいただいて、きっちりセキュアな環境でやっていただくということが必要なので、そういったため の目次の情報になるような、そういった位置づけという意味もあってこのデータベースをやっております。で、ここのデータベースに入れられるデータの提供、データを提供していただくときですね、それからその入っているデータを利用するとき、それらについてやはり審査をさせていただいております。この審査に関しては、通常倫理審査、通常の倫理審査とちょっと別にですね、倫理審査とかちゃんとされてるねとか、共有するってことをちゃんと倫理委員会で認められてるねとか、そういったことを確認するための、共有のための審査なんですけれども、そういったものを NBDC が実施しております。で、現在ですね、人由来でもある程度非制限オープンにできるデータもあるんで、そういったものについても24件、それから、制限公開ということで、きっちりこの審査が必要なものが54件という公開のデータ数になっております。コントロールドアクセスという言葉は大きいなってことだと思うんですけども、そういった必要な人に関するデータを収集公開する仕組みのトップページがこんな感じになっておりまして、これも先ほどのアーカイブと同じようにですね、上の方にはちょっと簡単な説明があって、いろんな情報にリンクがあるんですけれども、この下に今のところはまだその60何件ぐらいなんで、ダーッとリストが実際は続いております。で、一応簡単な検索とかもできるようにはなっておりますので、ご自分のご興味のあるデータがあるかないかということは、ここから検索をしていただければと思います。ちょっと画面のキャプチャーで細かいので、結構いろんな情報が表の中に書いてありますので、実際にぜひサイトをご覧いただければと思います。で、簡単にデータの種類について説明をさせていただきますと、先ほど言った非制限公開データ、オープンなデータとしては、集団の統計値とか、あるいは細胞株とかで、もう広く一般的に使われているものの、人由来なんだけれども、個人由来というふうに見なされないようなものとかですね、そういったものについては、オープンな形で共有することができますので、非制限公開データという位置づけで公開をしております。で、あとは制限公開データなんですけど、これは個人ごとの情報ですね。 NGS で人一人のゲノムを読みましたとか、あとは、1000人分の、発言解析をした情報とかですね、そういったものがこの中に入ってきています。
でこちらは先ほども言いましたように審査委員会というのがあるんですけども、そこでの審査をちゃんとやっていただいた上で利用可能なものになります。あとは、まあ、預けた時にですね、まだちょっと論文が書けてないからちょっと公開待ってくださいというようなこともまあまあありますので、でそうこうしているうちに私たちのところでその論文に必要なあのアクセッションのナンバーを出しますの でそれを取っていただいて論文を公開されたらこちらにあるいはこちらに移すという条件で私たちが一定の期間あの公開せずにお預かりしているデータというのもあります。でデータ共有の仕組みなんですけれども、データ共有分科会って、まあ、委員会の中はどうでもいいんですけれども、私どもの中でですね、あの外部の先生方にも協力をいただきまして、この人データを共有するにあたるっていうのをガイドラインというのを作っております。でさらに、まあ、どういったセキュリティ条件であればこれを扱っていいですよといったセキュリティに関するガイドラインって、まあ、この2本を大きく立てておりまして、これに基づいて人データ審査委員会っていうところがあのこういう条件に合致しているかということをいろいろ審査をするわけなんですけれども、提供の方のフローはですね、あの、まあ、こちらに申請していただくときにインフォームドコンセントとか倫理審査でデータの共有という声とかちゃんと承認されているかという条件がついてきます。なので、その辺は詳しくガイドラインには書いてありますけれども、こういったことをちゃんとインフォームドコンセントに入れてくださいとかですね、あと倫理審査でそのインフォームドコンセントに基づいてあのデータ共有することが承認されているということが必要になってまいります。で、一方利用の方なんですけれども、こちらも、申請をしていただくんですが、その時にはこうデータを利用するここにこのデータベースに入っているこのデータを利用することっていうのがちゃんと臨時審査に通ってるかということが、まあ、基本的に必要になってきます。であとは、まあ、使っている最中にはちゃんとこの利用状況を報告していただくとか、あの終了した時は消してくださいとか、一応そんなようないくつかの条件があります。このあたりも全部詳しくガイドラインに書いてありますので、あのもし自分が使えそうなデータがここにあるなというふうに思われた方はぜひあのちょっと利用に関するガイドラインを読んでいただいて必要な申請をしていただければと思います。NBTC の人データベースなんですが、実際には、まあ、非制限公開データと制限公開データをこの辺りあの格納している場所がですね、実は明日あの一番最初にあのお話をされる小玉先生のところでが遺伝研の DDBJ というところなんですけれども、そこであの基本的に格納していただいています。で制限公開データというのは実はあの DDBJ というのはそのデータベース名としては JGA という名前なんですけれども、まあ米国の DBGAP、それから、欧州の EGA にあの該当するデータベースということで JGA と日本の JGA ということで名前を付けて、ここで実際にセキュアにデータをあの管理していただいております。これは、ちょっとセキュリティ要件について簡単にちょっといくつか模式的に示したものなんですけれども、まあ、基本的にあまりコピーはしないでくださいとかですね、あとはアクセスできる人をちゃんと限定して申請の時に全部その人の名前ちゃんと入れといてくださいねとかですね、このあたりも全部ガイドラインにあの書いてあります。そういったことのルールをこういうふうに守っていただくと。であと一応、セキュリティレベルを2つ設定してるんですけれども、今まあ基本的にこっちしかないんですけれども、中にはですね、あなたのデータを取って利用するときにはあのかなり厳重なセキュリティ環境でやりますよということをインフォームドコンセントなどで謳われる場合があります。なので例えばこの入室管理とかですね、そういったものをつけたような高いレベルのセキュリティを設定するということも可能で、まあ、これは預けていただくときにですね、データを提供いただくときにその先生が、まあ、インフォームドコンセントの内容に基づいて検討いただくということになりますけれども、そういったあの2段階のセキュリティレベルでデータをお預かりできるということになっています。なので先ほどご紹介したこの JGA というこのデータベースですね、こちらは、うん、あの花からこうセキュリティレベルが高い方に全部揃えてそれで運用しているというものになります。でデータの提供とか利用の手続きに関しては先ほどのトップページのところちょっとだけ拡大しました。あんまり拡大になってませんけれども、ここにデータの利用っていうリンクがあります。それからデータの提供っていうリンクがあります。
あとガイドラインの文書をダイレクトに見たい場合はこちらをご覧いただくということで、あのこの例えば利用っていうのをクリックしていただくと、じゃあ利用に際してどういうことが必要かっていうのが一応まとめて書いてあるページが出てまいりますので、あのこちらのデータベースを利用する際に、あの、まあ、提供のもご検討いただく際に、こちらのところをご確認いただければなというふうに思います。はい、これがあの私どもがやっている人に関するデータのサービスになります。で最後に、NBDC の方のウェブページのちょっと右側の方になるんですけれども、右側という方か真ん中といいますか、ここのところに日本語や動画で分かりやすくと書いてあるところがありますので、そこはぜひあの覚えて帰ってもらいたいなと思うので、ちょっとご紹介をさせてください。ここにはですね、新着論文レビュー、領域融合レビュー、統合テレビって書いてあるんですけれども、あの私たちがこう提供しているあのサービスの中でも、もうアクセス数が最も多いサービスで非常に人気のサービスです。で中身は何かと言いますと、まず統合テレビからご紹介します。データベースやツールの使い方、それから今日こうに録画させていただいているこういった講演会ですね、そういった動画をそういった動画をあの配信しているサービスなんですね。で、動画の数は1300本以上ありまして、で例えばデータベースやツールの使い方については、吹き出しによる日本語の解説なんかもついているんで、ウェブサイトを実際に自分がこういうふうにこう動かしてた時にここに何を入れるとかですね、そういったことが全部書いてありますので、ここの中から何か新しいツール見つけて使い方分かんなくなるという時にこういうところを見ていただければというふうに思います。ちなみに統合テレビという名前を聞いたことある人いらっしゃいますか？ありがとうございます。はい、実は統合テレビって何か誰かボランティアがやってるんだと思ってたっていう話とかをよく展示会でご紹介したりすると聞かれるんですけど、まあ、NBDC と DBC レストが、共同して協力して作っているものになります。で YouTube に全部上げてあるんで、もし万が一私たちのサーバーがダウンしても YouTube に残るんで、いつでも見えなくなるってことはないんじゃないかなと、 YouTube がなくならない限りないと思います。でいろんな私たちが紹介しているいろんなサービスの使い方とかもあるんで、ぜひまたまたご覧ください。ぜひこの機会に知らなかった方は一回見ていただくと、こんな便利なものがっていうふうに驚かれると思うんで、ぜひぜひご覧いただければと思います。トップページはこんな感じになっていて、今日の講習会の動画も後ほどアップしますし、それからいろんなこうカテゴリー別にこう分けてあるんで、まあ、自分はタンパクの、ね、解析だけやるんでみたいなことで、ここから見ていただくとタンパク質の解析に関する動画がずらずらずらと出てくるというような形になっています。それからもう一つ、今度はレビューの、レビュー記事についていくつかご紹介するんですけども、これはですね、まず日本語によるっていうと、日本語による英語論文の解説記事って書いてありますけれども、ネイチャーとかサイエンスとか、まあ、いわゆるトップジャーナルに、日本人の人が第一著者として書いたような、そういった論文をその人に解説記事を書いてもらおうということで、やっぱり最先端のことってその分野の人はもうターミノロジーとかもすぐ分かって読めばいいんですけど、英語そのものを読めばいいんですけれども、ちょっと分野が違うとなかなかターミノロジーからして分からなくって、結局よく分からないということもありますので、ちょっとその周辺情報も含めてレビューの形で書いていただくということをやっています。で公開数ももうかなり1000本以上になってますし、それから、文章や図の再利用が可能っていうところが結構ポイントです。っていうのは、例えば、この論文に書かれていることを自分の実験の前提として、例えば学会で発表したいとか、例えばラボの中で発表したいという時とかに、その文章そのまま引っ張ってきたり、その図を引っ張ってきたりということが可能です。意外とですね、ネイチャーとかも書いた本人にも著作権がないような、そういった状態になってるんですね、文章も図も。なのでそういうのはなかなか再利用できないので、私たちのところで再利用できる形でご紹介をしています。ただ条件がもちろんありまして、 CC 表示っていうことで、このその書いてくださった先生の名前をですね、ちゃんと記載してくださいということをお願いをしています。新着論文レビューのトップページこんな形になってまして、文章とか図とかこんな感じに出てきます。大体ですね、論文が発表されてから
大体今1ヶ月以内ぐらいにこのレビューの記事が掲載されるということになってますので、かなり新しいものがどんどん出てくるということになっています。でもう一つちょっと同じような形なんですが、こちらは領域融合レビューという名前でご紹介しているもので、こちらはもうちょっとで広い分野、学問分野とか領域を対象にした、やはり同じように日本語で書いていただいたレビューということで、これはあの学会 の, あの先生方にちょっとご協力をいただいて、まあその分野についてこの先生方ある先生に書いていただきたい、あのこの先生に書いていただいたらいいんじゃないですかということでご紹介をいただいて、書いていただいているものなんですけども、現在60本掲載中ということで、同じように文章や図の採用が可能なので、これもやはりそのなんかご研究のイントロの情報に使うとかですね、こういったことをここで言われているとかですね、そういったことにお使いいただくことが可能です。こちらもちょっと似たようなサイトですけれども、こんな感じで、PDF でもご覧いただけるということでご提供しているものです。ちなみになんかこの新着論文レビューっていうのを知ってたよっていう人はいらっしゃいます？でもこっちの方が少ないですね。はい、こちらもあの本当にあのちょっと違ったことを新たに勉強するとかいうときに日本語であるというところは非常にあのメリットだと思いますので、ぜひお使いいただければと思います。ありがとうございます。で最後になんですけれども、あのちょっと資料の中に入れてるんで簡単にご紹介をしますが、私たちはその今情報をいっぱい集めて、それからそれをなんか何らかの形でつないで一括検索できたりとか、そういう形で皆さんにご提供してるんですけれども、さらになんか高度なあの解析をその集めたデータの中でしようと思った時に、やはり今の形だとちょっとなかなかやりづらいということがありまして、今あの私たちの中では、RDF 形式ということでそのデータを整えて、データのさまざまなリンク付けとかですね、あの共通化を図っていこうというような取り組みをしているので、それのご紹介です。あのどちらかというとバイオインフォマティクスを実際にやっている方向けの内容なんですけれども、ちょっと簡単にご紹介をしたいと思います。これはですね、あのデータのオープンネスを高めるためにはいくつかの段階があるということを、このティム・バーナーズ・リーさんという人が提唱したあの話なんですけれども、まず一番こう、まあ、プリミティブなといいますか、一番初期の段階では、PDF で公開することっていうのが、まあ、これを一応計算機で参照できるからということで、まあ、インターネット上で広く公開してみんなが見ることができるから、それは自分のところで持ってるだけよりも非常に公開度が高まるわけなんですけれども、それをさらに例えば Excel にして公開するっていうふうにすると、今度はこれはある程度編集が可能になるからさらに高まる。でさらにそれを CSV という形にすると、まあ、今度 Excel というあのアプリケーションに依存しなくなるので、もっとオープンネスが高まる。でさらに次はこの RDF、 今さっきちょろっと言った RDF なんです、リソースディスクレーションフレームワークといいますが、これにすることでさらにオープンネスが高まって、さらにその上には LOD とリンクと RDF という形がありますけど、こういったことを目指して今私たちはどちらかというとこの辺りをですねやって、データとして公開されているものをどんどんこういう形で整えていけば、もっとなんか再利用性とか高まるんじゃないかということを今やっています。でデータ構造がなんかこんな形になっていて、何でもかんでもこのなんか SOP というこういうあのトリプルの形でデータを記述するっていうことをやってるんですね。例えばこれちょっとあんまりちょっと陳腐な例なんですけれども、例えばこういうまあ、こういう構造があるんですけれども、それを例えば生命科学の中の一つのある情報で言えば、例えば NCBI のあるこういうリファレンスシークエンスのこういうエントリーのものには TP53 がエンコードされているよっていうようなことを、まあ文章で書くようなものをこういう形でデータとしてまとめることができるということで、こういう形を揃えるっていうことが一つと、それからここを例えばこの NM なんたらかんたらっていうこういうのを共通に使うと。こういう名称も共通に使う、あるいはこの間をつなぐ情報も共通化していくということで、巨大なネットワークをこういうふうに情報をネットワーク上につなげていくことができるということを考えています。なのでこれがあると、なんか皆さんがこの巨大なネットワークの中から何かと何かの関係をどういう関係なのかを見つけたいとかいう、そういった問い合わせに対して答えを返す可能性が高まる
そういった情報のつなぎがいっぱいできてくるということで、こういったあの形式でデータを揃えていって、それを皆さんに利用可能にするということを目指しています。で、実はこれに関するあの講習会なんかもやってるんですけども、これはちょっとまあバイオ変更に興味のある方はまた後でもしよければご問い合わせいただければまたご紹介できると思います。で、最後にですが、まあ、データ共有に関する我が国の課題というのは、まあ、まだまだありまして、あの端的に言うと結構あの規模がですね、あの NCBI ってすごい大きなセンターなんですけども、私たちの NBDC とかあと DBC ですとかってそんなにあの数十人とかのレベルでやってるような話なので、そういったところが全然規模的に違うっていうこととか、あとは、国レベルでいろんなルールを決めていくっていうところがなかなか遅かったりですね、今回の個人情報の改正なんかも非常に時間もかかりましたし、ああいうところでゲノムがどういう取り扱いになっていくっていうところがなんか欧米とはちょっと違ってきたりして、その辺が、非常にあのもうインターネットの時代だから全部世界共通にいろいろデータのやり取りが発生するんですけど、その時に日本だけちょっとルールが違うとかですね、そういったこともあったりして、結構いろんな問題がまだあるなというところをあのちょっと愚痴っぽく書いたスライドになります。で、あとはあのこの NBDC のトップページにあの活用例ってあるんですけれども、あの私たちこういうサービスをやらせていただいているのは、あのやはり皆さんがどれだけ使ってくださってるかっていう情報をあの上の人にやっぱり伝えていく必要が実はありまして、なかなかそういう情報ってあの論文になれば別なんですけれども、論文にならないレベルだとなかなか難しいんですね。なのでぜひあの差し支えのない範囲で構わないので、なんかこんなことではあのお宅のデータベース役立ったよっていうようなことがあったらですね、ちょこっと教えていただけるとありがたいなという、そういうあのお願いのリンクになります。で、NBDC のいろんなサービスをご紹介しましたけれども、あのいろんなあのご意見とかお要望とか、まあ、クレームとかあのいろいろ受け付けておりますので、ぜひぜひぜひそういったものをお寄せください。それから最初に紹介しましたけど、まあ、講習会終了後にあのお配りしているアンケートとかですね、あと後日フォローアンケートとかあのさせていただいて、また、こういった講習会が皆さんのお役に立ったかどうかとか、そういったこともちょっと確認をさせていただきながら、私たちもこの講習会改善して進めていきたいと思っているので、ぜひぜひご協力いただければと思います。はい、どうもありがとうございました。